疲れました。まさかの連戦で16勝7で結果はまあ見ての通り、パンチ出して、おー、一回いい、おー、おー、おー、つらいつらい、オッケーオッケー、膝膝膝、あ、膝生きる膝生きる、おー、ラインは止めんなよ、ファイト、膝膝膝入る膝入る、ごめんなさい膝入る、オッケーオッケーオッケー、我顔面止まってる、いけ、ヘイシュジャッジお願いします。ドローで、延長で、ドローで、延長、ラギラップ頑張って、発見者同士、35歳、子供さんに出るお父さん、初めてのお付き合い、一ラウンド目いきます、はい、あっちゃんいけるよ、あっちゃんいける、あっちゃんいける、あちゃんいける。ストップ、ストップ、ストップ、ショーター、いける、あ、やばい、タオルかなんか、大丈夫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 、いい、大丈夫、ナイスカット、いい、疲れました。まさかの連戦で16勝7で結果はまあ見ての通り、引き分けと負けです、負けました、完敗です、はい、まあ練習してないんでね、お互い、そうです、まあ、まあ言い訳ですけど、どうでした、あの1回でいいから殴り合いしたかったっていうのができて、できればもうしたくないです、はい、ちっちゃめに、ね、女を守る時だけにしとけ、なるほど、もう一回無理して参加とかはしない、そうですね、家庭、家族、家族守るためやったらもう一回、ね、はい、でもお子さん言うかもしれないですよ、パパ勝手のとこ見たときそうなったら鍛え直す、一緒に自分で、はい、そうですね、まあでも最近グラップリングとかもあるんですよ、あの寝技だけ、あ、得意ですね、そっちの方がいいかもしれない、そうですね、もともと柔道部なんでね、打撃とかは、はい、やっぱ不慣れです、1週間とか残るんで、はい、あ、来てください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 、今 YouTube 撮ってね、めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいです、あ、ちょっとごめんなさい、何も見えない、あの一緒に、あ、そうです、一緒に試合してくださった、あ、もちもち、ご紹介してください、ジャニタンズのライアンと言います、ライアン君です、はい、180センチで110キロ行きました、いやもう、でも結構いっぱい会場前撮ったっすね、本当によかったです、あのめちゃくちゃ一途らしくて、あの見てもらったんですけど、僕のこれが家やったらしくお前なんやと
うちの師匠のりょうくんにまず何絡んで一歩出されたなんぞやってことで、まあまあよかったです、楽しかったんで、ありがとうございました、はいはい、よかったらぜひお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ボコボコのまま塚本に帰ろうと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、あ、よかった、なんか締めてください、すいません、僕が で近いのよ、俺もちょっと心やられてんのよ、でも試合感動したよ、感動したんです、それは富谷さんがあんだけ怒らしたら強いってことが